こういうチャンネル、こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よーですね、浦田さんに行ってまいりました。こちらのお店はもうカレーをね、あまり食べない方でも名前ぐらいは聞いたことがあると思いますけれども、池袋にあるうなぎ屋さんが、ランチの方が日替わりでメニューが変わっていくんですけども、金曜日のランチの、カレーライスがめちゃくちゃ有名なお店となっております。僕もね3回ぐらい実はトライしたことあるんですけども、11時半開店で11時過ぎぐらいに行った時にはもう100人近く並ばれてたりだとか、限定のね150食なんですけども、もう12時に行くと売り切れちゃうといった、もう大行列の大人気のお店。しかもコスパがね凄まじくいいということで、もう1杯500円のカレーライス、もう腹いっぱい美味しいカレーライスが食べれるといったお店で大人気、もうメディアにももちろんで、ご紹介されてますし、全国各地から来られるといったそんなお店となっております。そんなうな達さんが実は今、金曜日以外もうな達さんのカレーライスが食べれるということで、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。こちらがうな達さんのランチのメニュー表。ランチの方は日替わりとなっており、カレーライスは金曜日のみ。そんな名物うな達さんの金曜カレーの方が今テイクアウト、店内でもいただけます。本日はもちろんうな達さんの金曜カレー。普段の金曜日は長蛇の列で待つこと必至ですが、本日は待たずにすぐ入れました。メニューの方はサイズが中盛り、トッピングはなしとなっております。注文の方はお弁当といえばすぐ出てきます。それでは本日もいただきます。まずはいつも通りカレーのルーの方から。一口食べるとまろやかでしっかりとコクのあるカレーで、本日もうまし。白い湯気が立ち込めるその向こうで美味しいカレーが待ちわびる。この絵面がたまらない。具材の方もオーソドックスなじゃがいも、人参、玉ねぎ、お肉というラインナップで、日本人なら誰もが好きであろうそんな一杯。もちろん福神漬けと一緒に食べてもシャキシャキとした食感、そして少しの酸味もプラスされ、さらに美味しくなっていく。ボリュームの方もしっかりあって、男性の方でも納得。辛さは中辛ぐらいで、途中になるとソースの方をかけてちょっと味変してみるのもあり。フライ置きでの提供ですが、ノスタルジックな雰囲気の中、いつものカレーが食べれる幸せ、並ばずに食べれます。金曜日以外にも食べれる幸せをかみしめながら、本日も満腹ごちそうさまでした。並ばずにいただけます。金曜日は今まで通り普通の提供でカレーライスやってるんですけども、その他の火曜日、水曜日、木曜日もカレーのお弁当が店内で食べれるということで、サイズの方は中盛り限定でトッピングもなしといった感じなんですけど、そのお弁当がテイクアウトもいいですし、店内でも食べれるといった感じで、本日店内でいただいてきました。もう本当にね、昔ながらのカレーライスといいますか、具もゴロゴロ入ってますし、しっかりと口当たりもまろやかでね、ガツガツいくにはもってこいのそんなカレーでした。まあね、あの雰囲気の中、あの容器の感じで食べるのもいいんですけども、どうしてもね食べたいという方にはもちろんもう火曜日、水曜日、木曜日使っていくと、僕11時半ぴったりぐらいに着いたんですけども、誰も並ばれてませんでしたし、店内も1人でトップで食べれたので、もうすぐ食べれるかなといったそんな感じになってます。並ぶのもねちょっと億劫だし、今の時期ね並ぶのもあれだなという、店内もね今ならもう本当にすごくソーシャルディスタンスを取った感じで食べれると思うんで、ぜひね、皆様も行ってみてください。はい、というわけでカレーに虜な生活でした。インスタ、ツイッターもちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さんまた明日、バイバイ。